皆さんこんにちは。今日はボラーレのイントロの部分をやってみましょう。ゆっくり弾き方を解説します。まず、コードは E から F シャープマイナーです。その後が、ここは E メジャー7を使っています。小指が4弦の4フレットに来ています。その後がで5フレットから また F シャープマイナー7になります。その後はコードは C シャープマイナー7になります。その後はコードは B7 になります。その後このように続きます。もう一回ゆっくり最初のイントロの部分を弾いてみます。普通のテンポで弾いてみます。それではまた。